はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も中杯ですね。数量限定、アランチェッロ、アランチェッロ、イタリアンブラッドオレンジサワー、札幌です。こちらはリモンチェッロ、だからレモンチェッロ、だからの味違い、オレンジ味バージョンですね。数量限定、ほんのり甘く、ほろ苦い。アルコール度数 8% と高め。果汁が 0.5%。原材料がブラッドオレンジと、オレンジピールエキスと、ウォッカと糖類と酸味料と香料とビタミン C と、苦味料とカロテン色素と野菜色素です。イタリアで古くから親しまれているアランチェッロをヒントに作った新感覚ブラッドオレンジサワー。手摘みのシチリア産ブラッドオレンジ果汁使用。オレンジピールエキス使用。まあ、これただの、あれでしょうな。リモンチェッロのオレンジバージョンでしょうな。ただオレンジの果汁を、ウォッカに漬け込んだ感じのやつでしょうね。多分。まあ、それの、まあ、味、まあ、サワーバージョンみたいな。乾杯。うわっ甘っ甘っていうか、あ、結構甘い。そっか、砂糖も加えるんだっけ。リモンジェッロって、俺、そこにあるけど、まだ甘すぎて飲んでないんだよね。アルコール度数が 30% ぐらいあるんだけど、確か砂糖も使うんだったね。アランチェッロ。アランチェッロのレシピ。自家製アランチェッロ。オレンジの果皮で作るアランチェッロ。甘くて美味しくて香りがとってもいいんです。ぜひ作ってみてください。オレンジの果皮だけで作るんだね。果肉は使わないみたいですね、アランチェッロはね。で、材料がオレンジの皮6個と、スピリタスが 500cc、グラニュー糖が 800g、水が1リットルとなってます。へぇ、グラニュー糖 800g 入れるのか。すげえな。食後酒として冷凍庫でキンキンに冷やして飲む、ストレートで飲むのがイタリア流らしいです。アランチェッロ。やっぱそうみたいですね。香り高いシチリア産のオレンジの皮のみを使用し、って書いてあるね。で、アルコールに数日間漬け込んで、砂糖と水で作ったシロップ。だから、リモンチェッロも、レモンの皮だけで作るんだろうね。おそらくね。オレンジの皮の、白い部分は取り除くらしいです。つまり、皮の、さらにその、上澄みだけを取るってこと。中にある白い、なんて言うんだろうな。なんか、もやもやっとした、やつは捨てると。
結構簡単に作れますね。結構簡単っていうかめちゃくちゃ簡単ですね。なるほど。ただこのリモンチェルロもそうだけど甘くてな。砂糖結構だいぶ入れるみたいですね、やっぱね。まあ、そういう飲み物なんだろうけど、いわゆるあれと同じだよね。俺も苦手なんだけどさ、苦手ってほど苦手もないのないか。コーヒーの、エスプレッソ。あれってめちゃくちゃ砂糖入れるのが、セオリーなんですよね。で、うちの兄貴もね、すげえ、コーヒーが好きで、エスプレッソメーカーとかも持ってて、で、もうエスプレッソってすげえ粉にしてめちゃくちゃ砕いた、コーヒー豆を、圧力をかけて、ジュワーって出すんだよね。だからすげえ濃いのが出るんだけど、何せ量が少ない。というのも、濃いのを作るために、量が少ないんですよね。だからほんの少ししか出ないっていう。その濃度だからこそ、エスプレッソと呼べるっていう。で、さらに、どこだっけ?イタリアだっけ?本場だと、めちゃくちゃ砂糖を入れるので、ものすごく甘い。らしいですね。まあ、俺も、確かどっかの喫茶店で一回だけ飲んだことあるけど、こんなさ、これぐらいのさ、これぐらいのさ、コップにさ、ミルク入れるコップかな?みたいなコップにさ、ちょこんと出されてさ、は?確か俺、大阪のね、あそこで飲んだわ。メイド喫茶。でね、初めて行ったんだけど、メイド喫茶行って、で、お、エスプレッソあんじゃんと思って頼んだら、それが出てきて、初めてエスプレッソ頼みましたね。すげえかったな。で、味はすげえ甘かった。まあ、砂糖入れまくってるからなんだけど、すげえ甘かったのと、まあ苦かったかな。まあ苦いのは別にいいんだけど、甘くてな。まあ、それに似てるね。これとリモンチェッロ。レモンのやつだね。でも、まあ、砂糖の量を減らせば、まあ、自家製だからね、簡単に作れますよね、これだったらね。スピリタス用意して、で、オレンジ何個か買ってきて、皮剥いて、で、それつけて、あと、砂糖も入れてぶっ込めば、出来上がりだよ。超簡単。アランチェッロ。まあそこら辺にも売ってますけどね。ただ値段高いですね。アマゾンでこのアランチェッロ 500cc で、500cc のやつ売ってますけど、3110円だって。超高い。アホかなっていうレベルだね、これね。高すぎないか、ちょっと。こんなんだったら自分で作った方が絶対安いだろ。だって、スピリタス1500円ぐらいでしょ。だいたいスピリタスが高いんだ。
スピリタス 500cc で1500円ぐらいだもんね。でも確かにそうか。そう考えると、材料にスピリタスを使うから、やっぱりどうしても高くなるんだろうね。おそらくね。スピリタスが1500円するから、そこに、まあ、オレンジ買ってきて、砂糖買ってきてで、まあ手間料も考えたら、まあ3000円ぐらいになるか。確かに。なるほどね。なるほど、なるほど。これは美味しそうだ、でも。まあ、飲んだ感じとしてはもうただのオレンジチューハイの甘いオレンジチューハイみたいな感じだけど。まあ、ちょっと苦いような気もするけど、ほとんど甘いからな。ほとんどあれやね。砂糖で、あの苦味とかあるけど、まあ、そんなにないわ。なるほどね。まあ、これはでも、梅塩か、多分簡単に作れますよ、これ。梅塩はほら、あの、1年とか寝かさなきゃいけないでしょ。まあ、最低でも半年ぐらい寝かさなきゃいけない。でも、これだったら1ヶ月ぐらいで、多分。1週間で作れると書いてあるな。これなんでこんな1週間で作れるかっていうと、これスピリタスだからですね、結局。あの、アルコール度数高いから、その分、皮でもすぐ香りとかが出るんですよ、多分。酒ってのはアルコール度数高い方が当然出るからね、その。だから梅酒だってほら、スピリタスで漬けたら、あの、1ヶ月ぐらいで多分できるって。大体ね、4週間みたいですね。見た感じ、1週間から2週間、3週間、4週間ぐらいです。最悪でも 1ヶ月で多分できるっぽいですね。このアランチェッロはね。やっぱり、アルコール度数が高いから。でしょうな。個人的にはこれはリモンチェッロの方が個人的に好きですね。なんでかっていうと明らかになんか苦味が全然ない。オレンジの皮よかレモンの皮の方がやっぱ苦味が出るっていうのでやっぱ個性的なんですよね。これだとただのオレンジチューハイですね。ほとんどちょっと甘いオレンジチューハイみたいな感じになってる。やっぱりリモンチェッロの方が明らかに苦味が強いでしょう。ということで、コク、甘み、香り。まあ、でも、それでも美味しいですけどね。十分ね。アルコール度数も高いし、8% 高い。美味しいですね。十分美味しいです。これは。十分美味しいです。十分美味しい出来です。4434です。ご視聴ありがとうございました。